一つ言っていいでしょうか。トイレに非常に行きたいミルスケ太郎です。ということでですね、あのトイレに行きたいんですよ。行ってこいって話になるんですけども、レース始まっちゃうじゃないですか。多分すごいいっぱい出そうなんですよね、汚い話をするとね。で、これは本当にトイレに行きたいんですけど、トイレに行きたいんですよ、トイレに。で、久々にバイパーに乗ります。はい、まあバイパーといっても、なんて言ったらいいんだろうな、バイパーなんて言ったらいいんだろうな、バイパー、うん、それしか言えないね。バイパー、あ、ありがとうございます。なんと言ってもバイパー、うん、何回も言うバイパー。これ何がいいかって、あのリゼちゃんでしょ、リゼちゃん、ご注射見た方がいい。あのあんまりご注射見たことなくて、リゼちゃんに一目惚れしたっていうのが本音です。はい、でもね、ご注射難民ではならないですね。でリゼちゃんに一目惚れしただけなんでね。でもなんでミルスケさん、チノちゃんのいたしゃばっかり作ってるんですか。知らねえよ知るか、それを聞くんじゃないよ。まあやっていきましょう、ね、やっていけば分かると思いますよ。分かんないな、バイパーが好きなだけなんだけど、もうちょいね、そのリバリー来ればよかったかなって思ってるんですけどね。リバリーコリコリね、リバリーコリコリ。さあやっていきましょう。3番手じゃあ4番手スタートの方が高スタートを切れるんじゃないか説があってすごい速いじゃないですか。で FR 乗るの久々だな。なんでこんないい、めっちゃベーロン、そんなブレーキよく効かないのに、この車すんげえブレーキ効くんだな、びっくりしちゃった。結構効くもんだな、ブレーキ。あ、それ効くんじゃないか、行かない、ちょっと行かない、これ刺されちゃいそうだな。いやー、グループ4ってね、何かと熱くなれるよね、グループ3と違ってね。この馬力の少ない感じからの、いやー、でも前追いつかないな。これはちょっとね、3位を死守するのがちょっと精一杯かもしれないな。あー、なんかスイスイ曲がってくね。ベイロン踏んどきやってるんですけど、ベイロンはなんか重いですよね。でもやっぱ FR とかってスイスイ曲がってくね、うん、乗りやすいわ。別にベイロンがね、あれで嫌いなわけじゃないんですけど、そのなんていうの、マシンの性能差的にちょっと不甲斐ないっていうね、そんなところがあるからベイロンに乗ってるだけなんですけども、
他になんか不甲斐ないマシンとかがあったら教えていただければ、うん、乗っていきたいと思うんですけどね。なんとか奮闘機っていうので、まあただベイロンがね、それに出ちゃっただけなんですけど、まあスタンドはスタンドでかなり速い車ですからね、あれね。ただ僕が乗りこなせないだけであって、まあ、多分コースにもよると思うんですけどね。バイパーは基本的に乗りやすいですね、やっぱ。気をつけるべきなのは、そうですね、ここのやっぱヘアピン、ヘアピンはやっぱり気をつけないと。で、最終コーナーもなかなか立ち上がりのことを考えていかないと、あのホームストレートに抜かれちゃうんですよ。この4周っていう短い間にどれだけ頑張れるかっていうのも大切ですね。やっぱ速えな。やっぱベイロンと違うな。やっぱベイロンと違うところがいっぱいあってね、悲しい。ベイロもねコーナーいいんですよね。その後のトラクションがすごくかかってくるんで、とても乗りやすいっちゃ乗りやすいんですよね。あとはどれだけ自分が扱えるかっていうのが疑問になるんじゃないですかね、正直。あとは自分の腕次第。やべ、結構攻めてきてるな、俺遅えな。久々のバイパー乗ったんですけど、やっぱなかなかやね、なかなか乗りやすい車ですわ。チクったな、もうちょい手前だったか。これ抜かれちゃったらアウトだしな。抜かれたくはないな。だからちょっとペースアップしないとまずいな。なんか四駆に慣れちゃったせいでそれの癖が出てる。いやー、これ抜かれたくないな。ひとまず死守、ひとまず死守、3位を死守。俺今日回線悪いな。3位を死守しないとまずい。そしてここをミスったらまずい、ここをミスったらまずい。ここはここは、あーまずい、抜かれる、抜かれた、ひよったからな。よし、行け、来た。どっち、は、おーい、あーマジかよ、なんだよそれ。俺完全、嘘だろ、嘘だ。
嘘だー、嘘だろこれ。嘘、うわ、嘘。マジか。ストレートで負ける？本当に？ストレートで負けんの？衝撃的だわ。ちょっと衝撃的だ。うわー、マジかー、衝撃的です。はい、お疲れ様でした。くっそー。